皆様こんにちは安倍晋三でございます本日はこのような機会をいただき本当にありがとうございますま久しぶりにこれほどたくさんの皆様のお前でお話をさせていただくこと大変ある意味では緊張しておるわけでございますがまいよいよ都議会議員選挙 そして参議院選挙を控えておりますので本当にいい機会をいただいたと改めて感謝申し上げたいとこのように思います昨今の株価の動きに対しまして株価が下がったらアベノミクスは終わりだという方までいらっしゃいますが核のごとく日本は20年にわたるデフレによって深い地震喪失というた種に 落ち込んででしままったのではないいかと思います大胆な金融政策と機動的な財政政策私の最初の2本の矢は隅々までこびりついてしまったデフレという怪物を退治をし日本の自信を取り戻すための取り組みでありましたしかし私の経済政策の本丸は 3本目の矢である成長戦略ですその要諦は民間のあらゆる創造的な活動を鼓舞し国籍を超えたあらゆるイノベーションを日本中で起こすことです高品質のものづくりきめ細かなサービス統合されたシステム繊細なオペレーション 日本企業の持つさまざまな可能性を解き放ち世界に展開することにより世界の発展に貢献するこれが私の目指す成長の姿です振り返れば世界では90年代後半から IT 革命と金融資本が世界の成長をリードし経済のサービス化が 進みましたしかし富の分配までを金融が支配する行き過ぎた金融資本主義は2008年リーマンショックで挫折をしましたこの苦境から立ち直るため国家が経済運営に全面的に関与せざるを得なくなった財政出動を強化し国家が自ら投資ファンドを運営する 新興国の台頭とも相まって世界の経済システムはいわば国家資本主義とも言うべき潮流が生まれましたしかしこれは仮の姿だと私は考えています民間の産業資本が成長を牽引する成長のサイクルへと再び舵を切らなければなりません 日本が今話す三本目の矢の意義は、世界経済の健全なサイクルを再び作り出すことにあると自覚をしています。デフレという怪物に取り憑かれた日本は、これまでこうした世界経済の大きなうねりに自ら立ち向かうことなく、ただただ身をすくめていたのではないでしょうか。 4月の有効求人倍率は0 8 9倍まで回復しました。これは4年9か月ぶりの水準、リーマンショック前の水準に戻りました。消費、企業業績、GDP 成長率、実体経済の動きを示すさまざまな指標が、私たちにようやく成長への 新たな朝を迎えつつあることを私は示していると考えています。今こそ日本が世界経済復活のエンジンとなるときです。世界も動き始めています。オバマ大統領は製造業の復活を唱えています。ヨーロッパでも成長戦略へと舵を切り再び製造業が 注目を集めています三上資本主義を復興させようとしている世界を日本が力強く牽引すべき時です日本は水穂の国です自立自助を基本としながら不幸にして誰かが山に倒れれば村の人たちみんなで 助け合う伝統文化頑張った人が報われる真っ当な社会がそこには育まれてきました春に種をまき秋に収穫をする短期的な陶器に走るのではなく四季のサイクルに合わせながら長期的な陶資を重んじる経済です資本主義の 原点に立ち戻るべきです。目先の利益だけで動くマネーゲームではなく、しっかりと実体経済を成長させて、その果実を広く頑張った人たちに行き渡される、これがアベノミクスの狙いです。ここで一つの言葉をご紹介したいと思います。彼らは 皆よく越え、みなでなもよく幸福そうである、一見したところ、止める者も,も貧しき者も,もいない、これがおそらく人民の本当の幸福の姿というものだろう。これは幕末の江戸の人々の生活を初代の中日米国公使、タンゼンとハリスがその日記で、 描写した一節です当時の江戸は人口100万人を超える世界の一大都市でありました1800年時点ではロンドンも北京もパリも100万人に満たなかったと言われています外国から食料を輸入していなかった日本がなぜこれだけの都市人口を抱えることができたのか日本研究の対価である トマス・ C ・スミス博士は農業生産性の大幅な向上を指摘していますさらに時代が進むほど生産性の向上により農民の収入が増えていったと分析していますつまり生産性の向上が収入を増やしそれが次なる生産性の向上につながっていった産業資本の見事な好循環がそこにはありました 成長の主役、それは活力あふれる民間のなさんです。一昨日までアフリカ開発会議に出席しました。アフリカは確かに変わった。新興国が果敢に投資する中で、日本は明らかに出遅れています。アフリカは遠い存在だという頭の中の地図を 完全にリセットして、今飛び込まなければビジネスチャンスをつかむことはできません。企業経営者の皆さん。求められているのはスピード感。そしてリスクを恐れず決断し行動する力です。私も皆さんが思う存分チャレンジできるようチャンスをチャンスを作る。リスクを恐れず改革を。 過段に進めていきます規制改革こそ成長戦略の一丁目一番地です時には国論を二分するようなこともあるでしょう TPP 交渉への参加を決定した時もそうでしたしかし私は成長のために必要であればどのような岩盤にも ひるむことなく立ち向かっていく覚悟ですそのために導入したものが国際先端テストです我が国には時代に合わない知性がまだまだ存在します世界と比較すれば歴然となります企業活動の障害を徹底的に取り除きます本日規制改革会議から答申をいただきました 委員の皆さんのご尽力には心より感謝しますその主な成果を紹介しましょうインターネットによる一般薬品の販売を解禁しますネットでの取引がこれだけ定着した事態で対面でもネットでもとにかく消費者の安全性と利便性を高めるというアプローチが筋です 消費者の安全性を確保しつつ、しっかりしたルールの下で、すべての一般薬品の販売を解禁いたします。次の参議院選挙からは、ネット選挙が解禁となります。これもようやくという感は否めませんが、IT 時代に対応した大きな改革の 一つですまだまだ日本は IT の潜在的な能力を生かしきれていません社会のイノベーション革新的なビジネス生産性の大幅な上昇 IT が持つ可能性を存分に引き出さなければなりません今後も IT 戦略は私の成長戦略の大きな柱であると考えています健康食品の 機能性表示を解禁いたします国民が自らの健康を自ら守る。そのためには的確な情報が提供されなければならない。当然のことです。現在は国から特報の認定を受けなければ、強い骨を作るといった効果を商品に記載できません。お金も時間もかかります。 とりわけ中小企業、小規模事業者にはチャンスが事実上問わされていると言ってもよいでしょう。アメリカでは国の認定を受けていないことをしっかりと明記すれば商品に機能性表示を行うことができます。国へは事後に届け出をすればよいのです。今回の解禁は単に世界と制度を揃えるだけにとどまりません。 農産物の海外展開も視野に、諸外国よりも消費者に分かりやすい機能表示を促すような仕組みも検討したいと思います。目指すのは世界並みではありません。むしろ世界最先端です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現。それが、 安倍内閣の基本方針です明治初期、新たな国づくりに向け、たくさんの市政の人々が、憲白書を政府に提出し、その実現に向けて主体的な役割を果たしたといいます。現代の憲白書を安倍内閣は大歓迎します。ででも民でも新たなアアイデアがあれば どんどん戦略の中に取り込んで戦線を拡大していきます本日の規制改革会議からの答申も第一次に過ぎません今後も成長を阻む規制が見つかれば取り除いていきます医療の分野では最新の医療技術を利用とすると全額自己負担になるいわゆる混合診療の問題についてご指摘をいただきました 私はこの世界を大きく進化させます最新の医療技術を一気に普及するための新しい仕組みを作ります。これまで保険外併用の対象となる先進医療については技術の有効性や安全性を証明する手間を申請する医療機関が全面的に負担してきました。 これを学会などからの申し出を踏まえて国が全面的にサポートする形へと切り替えます審査についても外部の評価機関を活用することで機関を半減します最先端の医療技術が生まれれば速やかに先進医療と認定し保険外併用の範囲を拡大します 農業の分野では、小間切れの農地を集約し、競争力を高める、いわゆる農地集積バンクへの取り組みをさらに強化します。必要な手続きの透明化、簡素化を進め、利用可能な農地がどこにあるのか、誰でも見ることができるよう、農地利用電子マップを早急に整備します。株式会社を含め意欲ある 民間の皆さんにどんどん担い手になってもらいたいと思います新しく国家戦略特区を創設します小泉内閣が始めた構造改革特区は地方自治体から提案を受けて一つ一つ古い規制にかな風穴を当ててきましたたくさんの特例がその 後に全国展開されまさに規制改革の切り込み隊長となってきました。今般私が提案する国家戦略特区は構造改革特区の考え方をさらに面的なものへと進化させていくものです。ロンドンやニューヨークといった都市に匹敵する国際的なビジネス環境をつくる世界中から技術、 人材資金を集める都市を作りたいそう考えていますしかしこの目的を達成するためには一つ一つの規制のもぐらたたきっていてもきりがありません国際的なまちづくりには外国人でも安心して病院に通える環境が必要です外国人がコミュニケーション容易な医師から診療が受けられるようにしトップクラスの 外国人医師も日本で医療ができるよう制度を見直します。子供たちが通えるインターナショナルスクールも充実しなければなりません。国内での設置を困難にしているルールは大胆に見直しを進めていきます。食住接近の実現もまた大都市に住む人には課題です。マンハッタンでは昼間と夜間の人口にほとんど差はありません。 町の中心部での居住を促進するために、容積率、規制も変えます。とにかく、国際的なビジネス環境を整える、このように目的を明確にした上で、国は地方自治体の提案を審査する立場ではなく、地方と協力する、国自身が目的を明確にし、 主体的にできることは何でもやっていく。これが私の考える国家戦略特区です。すでにワーキンググループを作って、課題の徹底的な洗い出しを始めています。私の国家戦略特区に聖域はありません。三浦雄一郎さんの80歳でのエベレスト登頂。 素直に感動しましまた夢を見て諦めずに実行すれば夢は叶う三浦さんはその言葉通り身をもって示してくれたと思います65歳でエベレスト登頂の夢を掲げて70歳で実現次には75歳で登頂する夢そして80歳大きな 夢へとどんどんん広がっていく私の成長戦略も同じです世界との大競争時代にあって、これだけやれば十分などという安順の地はありません。来週決定する成長戦略は一つの通過点。さらなる高みを目指して、絶えず発展させていく。言えば 成長戦略シーズン2に向けたスタートです。三浦さんがエベレストに出かけたのは、実は70歳が最初ではありません。エベレストの高度8000メートルからのスキー格好ギネスブックに3000と輝くこの記録を三浦さんが打ち立てたのは1970年でありました。日本ではまさに 大阪万博が開かれ多くの人でごった返していた時です動く歩道コンピュータ制御の自動車人間洗濯機民間企業のせん展示館では世界初の夢のような製品が提案され多くの日本人が心を躍らせたものでありました世界一を目指すこともできる日本が自信と誇りを 取りししつつあある時代でありましたその原動力は、日本人や日本企業の民間の力でありました。80年代の土峰林長が国鉄伝連公社、先輩公社という参考者について、まさしく歴史の参考者について民営化の方針を借りたのは、まさしく歴史の必然だったと思います。 そして少子高齢化の時代に新たな道を切り開くことができるのも民間の力である。そう確信しています。エネルギー、医療、インフラ整備、がんじがらめの知性を背景に公的な制度や機関が民間の役割を制約している、いわば官僚ともいえる世界は、今でも広い分野が広い分野で 残されていますいずれも将来の成長が見込まれる産業ばかりです。この官僚の世界を大胆に開放していくこと、そして日本人や日本企業が持つ創造力や突破力を信じ、その活力を自由に解き放つこと、これが安倍内閣の仕事です。民間の活力こそが アベノミクスのエンジンです。そのための電力システム改革です。戦後60年にわたって地域に一社の巨大電力会社が発電から送電交流までを独占してきました。しかし、数々のイノベーションが融合することで時代は大きく変わりつつあります。大分で見た 池森発電さすが小規模事業者というアイデアです温泉町ならではの発想でもありますエネルギーも地産地消です燃料電池や蓄電池の登場により消費者が自ら電力を作り賢く使う時代ですさらにはエコ料金メニューによる再生可能エネルギーの拡大 ガススや通信サービととセットでで販売することで電力を安く販売するビジネスの登場。小売りの全面自由化と発送電の分離によってこうしたイノベーション可能性を存分に引き出します。他方で供給権が多様化すればするほど安定した電力の供給は難しくなる。電力の安定供給を確保する仕事は 並大抵なことではありません。だからこそ、もっとイノベーションを起こさねばならないと考えます。経験豊かな電力会社の皆さんに真のプロとして活躍をしていただき、さらなるイノベーションの創造者となっていただきたい、そう願います。コスト高、供給不安、環境制約、 電力システムを取り巻く課題は3世紀ですこれらを同時に解決する、ダイナミックで壮大なエネルギー市場の創造に向けて、誰もがチャレンジできる環境を作り上げます。その恩恵は国民生活や国内の産業活動だけにはとどまりません。16兆円もの国内市場から生み出される、 多様な電力ビジネスは世界を席巻することもできる。そう確信しています。現在、電力システム改革に向けた法案を国会に提出しています。安倍内閣として、この法案は是が非も是が非でも成立させていただきたい。そう考えています。自然小国、日本の歩み、これは あらゆるイノベーションを取り込んできた歴史でありました。その日本で生まれた世界最高水準の発電技術、高効率の石炭火力発電です。コストの安い石炭火力へのニーズは、世界で高まっています。世界の安定成長と地球温暖化対策に貢献する鍵は、石炭火力の高効率化に、 かかっていますアメリカ中国インドにある石炭火力発電が日本の現在の技術に置き換わるだけで日本一国分を超える二酸化炭素が削減されますさらに将来は二酸化炭素を封じ込める技術へとつながる可能性を秘めていますまさに世界の二酸化炭素を削減する近道は 石炭火力発電ののイノベーションを促すすことなのです日本の石炭火力発電の高効率化をさらに進め世界に展開をしてまいりますそのために国内でも世界最先端の技術を導入する石炭火力発電であれば新規の建設ができる環境アセスメントの運用を 見直しましまたもちろん風力発電や地熱発電などの再生可能エネルギーの発電施設についてもアセスメント期間を大幅に短縮しさらに投資を加速させますあらゆるエネルギー技術を国内で投資することで伸ばしそして世界に展開するこれこそが自然小国日本の 唯一の生きる道です今後10年間の日本の電力関係投資は過去10年間の実績の1.5倍である30兆円規模に拡大できると考えています。有名なタニタ食堂、計量機メーカーのタニタは社員食堂で低カロリーメニューを開発するなど、 社員の健康管理に取り組みましたその結果は医療費が業界平均よりもなんと2割も低く抑えられたしかもそれだけではありません社員食堂が新たなビジネスになりました丸の内谷田食堂では 健康をを求めるるサラリーマンが毎日行列を作っていると言いとますフィットネスや運動指導、そして食事管理、これまで想像もしなかった健康長寿ビジネスが民間指導でどんどん生まれつつあります。しかし、ここでも規制が立ちはだかっています。医療行為との線引きが不明確であり、どこまでやってよいのか。 分かりにくいといとう問題ですそこで民間の健康予防サービスに新規に参入する皆さんを法的に認定して安心して事情ができるようにする新たな仕組みを作り上げます金融面など経済的な支援をやるためだけの認定ではありません前に 確認を受けることで規制のグレーゾーンを取り除き適法なビジネスだとお墨,けるお墨付きを受けることができます規制を恐れずどんどんこの分野に飛び込んでもらいたい人々の健康ニーズに応えるサービスを提供してほしいと思います新規参入に拍車をかけ健康管理や疾病予防を大きく 前進させるため疾病治療中心の保険を請求するための医療明細書いわゆるレセプトの電子化はこれまで保険業務の効率化を目的としたものでありましたこれを新たな産業を生み出すために活用しますレセプトに詰まっている 診療情報これれを分析評価すれば健康管理につながりますさまざまなサービスを生み出しうる宝の山ですすべての健康組合や国保などの保健者に対して加入者の受診データの分析と評価を導入し加入者の病気予防に取り組むように求めていきます現在の日本の 医療費は40兆円ほど、今1%でも健康予防サービスに振り向けられれば、4000億円もの新たな市場が生まれます。民間の多様なサービスを生み出す、金の流れができます。そこから得られるものは、誰もが求める健康長寿社会。10年後には、 60兆円近くまで増加が見込まれる医療費も今、官僚を開いていくことで、その抑制にもつなげていくことができると、私は確信をしています。さて、我が国の社会資本整備は、高度成長時代の60年代から80年代にかけて、ピークを迎えました。これは今後20年で 建設後50年以上を経過する施設が加速,て加速度的に増えることを意味します。笹子トンネル事故はその現実を改めて思い知らせてくれました。これを解決する鍵も民間の力です。レーザースキャナーを使った非破壊検査やセンサーやロボットと IT を組み合わせた新しい 維持管理手法など最新の技術がどんどん生まれてきています最新の技術を活用しコストを抑えながら安全性の向上を図るインフラ超寿命,超寿命化基本計画を本年秋に取りまとめますさらに基本計画に基づいて具体的な行動計画を策定しあらゆるインフラの安全性の向上と 効率的な維持管理を実演します超寿命化を進めてもなお更新が必要なインフラもあります例えば首都高速道路東京オリンピックの前に開通し半世紀を経て 同級化が大きな課題ですしかし大規模更新にかかる費用は8000億円から9000億円程度とも試算されています。ここでも民間の資金を最大限に生かします官民のパートナーシップでインフラ整備を進める PPP や PFI の使用を活用することで公的な負担をできるだけ軽減していきます。例えば都市 環状線の京橋付近は築地川を干託して整備されたため掘割が2キロほど続いていますただ更新するだけではなくてここに蓋をすれば都心の一等地に東京ドーム1個分以上6ヘクタールもの新たな土地が生まれます都市再開,再開発による 積極的な民間投資が期待されますドイツのデュッセルドルフでライン川沿いの 2, キロの2キロ強の連邦道路を地下化したところ市街地の再開発によって1300億円の民間投資が生み出されたと試算されています空中圏の売買も組み合わせることでさらに必要となる公的な負担を 大きく低減できると考えています空港上下水道高速道路など施設ごとの特性に応じた最適な PPP、PFI を推進していきますこのアクションプランをもとに今後10年間で過去10年間実績の3倍に当たる12兆円規模の PPP、PFI 事業を推進してまいります 芸術は爆発だ大阪万博の太陽の塔で世界のどぎムを抜いた岡本太郎さんの有名な言葉です岡本さんは日本が焼け野原から再び立ち上がろうとしていた昭和29年著書「今日の芸術」の中でこう述べました「すべての人が現在瞬間瞬間の生きがい自信を 持たななけければいけないその喜びが芸術であり、表現されたものが芸術作品なのです一人一人がその生き方に誇りを持ち、それぞれの持ち場で全身全霊をぶつける、岡本さんの日本人に向けた強烈なメッセージだと思います。岡本さんの言葉は芸術論のように見えて、 実は人生論であり、成長論でもあると私は思います。今こそ日本人も日本企業もあらん限りの力で爆発すべき時です。民間活力の爆発、これが私の成長戦略の最後のキーワードです。 女性の活力、世界で勝つ、そして民間活力の爆発、これで私の成長戦略の3本柱が揃いました。その目指すところについて、今回の成長戦略では、KPI、すなわち達成すべき指標を年限も定めて明確にします。 3年間で民間投資70兆円を回復します2020年にインフラ輸出を30兆円に拡大します2020年に外国企業の対日調節投資残高を2倍の35兆円に拡大します2020年に農林水産物食品の輸出額を 1>, 1兆円にします10年間で世界大学ランキングトップハンドレッ0に10校ランクインしますすべてをここで申し上げる時間がありませんのでお許しをいただきたいのですが個別の政策分野ごとに具体的にかげますこの目的を達成するまで私たちは一貫して政策を打ち続けます 民間の絶え間ないイノベーションを次々と鼓舞していきます進捗が思わしくなければその原因を分析をしさらに打つべき手を打ちます常に行動あるのみですそのためにも具体的な KPI を定め進捗管理を行うことが必要です中でも最も重要な KPI とは何かそれは 一人当たりの国民総所得であると考えています。なぜなら、私の成長戦略の目指すところが、威力の意欲のある人たちに仕事を作り、頑張って働く人たちの手取りを増やすことにほかならないのです。つまりは、家庭が潤うこと、その一点です。長引くデフレは、 日本人の自信を失わせ、あらゆる投資を萎縮させてしまいました。しかし、停滞の20年を招いた不良債権はすでに過去の話です。民間にはお金があります。今こそ成長のチャンスなのです。三本の矢をい込むことにより、この数年間で失われた50兆円に及ばんとする国民総所得を 当面、3年間で取り戻せるはずです。大量に眠っている資金は動かし、国内外の潜在市場を掘り起こし、民間投資を喚起する、合わせて人材技術、資金を生産性の高い部門へシフトしていく。これによって一人当たり売上を伸ばす。その果実を賃金、 所得として家計に還元します。所得の増加は消費を押し上げさら、さらなる成長につながります。まさに家計を中心とした成長の好循環の完成です。海外経済にも恵まれて、この成長シナリオを実現できれば、一人当たりの総所得は 足元の縮小傾向を逆転し最終的には年3%を上回る伸びとなりますそして10年後には現在の水準から150万円増やすことができると私は考えています停滞の20年から再生の10年へチャレンジオープンイノベーション そしてアクション成長戦略によって日本経済を停滞から再生へと大きく転換してまいります来週成長戦略を閣議決定しますしかしどんなに素晴らしい成長戦略でも作文のままで終わらせてはなりませんいよいよ行動の時です危機的な状況を突破するためには次元の違う 政策が必要。私はそのように申し上げてきました。であるならば、政策のみならず、その進め方においても、次元の違うやり方が不可欠であると考えます。6月に決める成長戦略については、実際に行動に移すのは来年からでしょう、と聞く方もいらっしゃいます。しかし、政策の実施が遅れれば、その効果が出るのは、 さらに先現在、現下の経済情勢を考えれば、そんな時間的な余裕はありません。国難にあたって法律改正は年明けの通常国会だとか、税制改正が決まるのは年末だといった、従来のスケジュール感に捉える発想をまずは捨て去るべきです。急ぐ者はこの秋にも 政府として決めていきます。行動をなくして成長なし。政府も党も一体となって成長戦略を実行に移してまいります。政策を力強く実行していくために必要なものそれは政治の安定です。来週には東京。 都議選が告示、その後は参院選へと熱い選挙様へと突入します。政治の迷走想を生み出してきたネジロ国会はもうたくさんだというのが、ここにいる皆さんの共通の思いではないでしょうか。ありがとうございます、えー、今回のの参議院選挙は日本の政治を取り戻す。 戦いでもありますいかがでしょうか、半年ほど前と比べて、日本を覆っていたどんよりとした雰囲気は、がリりと大きく変わったのではないでしょうか。日本はまだまだ成長できる、日本は再び世界の真ん中で活躍できる、そんな自信がふと芽生えつつある、期待にも似た感情です。これを確信に 変えていくのが私の使命です日本を取り戻す戦いはまだまだ道半ばです経済だけではありません復興の加速化も教育の再生も外交安全保障の立て直しもこれからが正念場です皆さんサッカー日本代表がワールドカップ出場に一番のりを果たしました に世界の日本もまた世界の中心に躍り出さなければなりませんぜひとも皆さんと共に日本をもう一歩前成長の歩みを着実にそして力強く進めていきたいと考えておりますそしてそれを必ずやり抜いていく 覚悟でありますそのことを申し上げまして私の講演とさせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました